皆さんこんにちは。小学校の先生歴30年以上の経験を持つじゅんじゅんです。このポッドキャストでは学校の先生や保護者の方に向けて、子どもの成長を支えるために大切な子どもも大人も互いに育ち合う方法を私の体験に基づいてシェアしています。突然ですけど、皆さんはご自分が普段子どもたちと一緒にいるときにどんな表情をしているか知ってます？この話、今日皆さんにねシェアしたいなって思ったきっかけっていうのは、実は私この3月で、これまで勤めていた私立小を退職したんです。でそろそろもう1ヶ月も経とうかなってしてるところなんですけど、その時いただいたメッセージをね、今改めてゆっくり読ませていただいてるんです。で子どもたちの、今回ね退任した子たちとの、からのメッセージを読ませていただいたことをきっかけに、過去子どもたちにいただいていた、年度末にいただいていた子どもたちからのメッセージのこと、ああこんなこと書かれたなっていうことを思い出したんですよ。でそれってどんなことかっていうと、子どもって本当に怖いぐらいに教師の表情よく見てるんだなっていうことなんですね。そしてその表情からいろんな影響を受けてるんだなってことを感じました。何が怖いって、突然ね白髪が増えたねとか、あとは耳の穴綺麗だねとか、それはそれでね、そんなとこ見てるんかいってね、ちょっとびっくりするし怖いんですけど、ただ今日はねシェアしたいのは、そのことじゃなくて、今日の、教師の表情っていうのは、こちらが思ってる以上に子どもたちの記憶に残って影響を与えてるっていうことなんですね。特に年度の初め、子どもも大人も慣れない環境で、教師は目の前の突発的なことに対応して、気づいたら目がつり上がってるとか、あとは表情がちょっと硬くなってるとかっていうこと、そういう状態じゃないですか。そうしがちだったんです、私は。その当時の私って、自分の表情にまで意識が向く余裕がなかったんです。とにかく、思い返せば、自分の表情がちょっと緊張でこわばっている時って、やっぱり子どもたちの表情はもちろんのこと、子どもたち同士の関わり方もやっぱりどうしてもこう以前からの仲良しの子たちに偏りがちだったり、関係が広がっていかない、やっぱ緊張してるから、そうですよね。で私の表情にも少しね、笑顔も増えたり、またはそれ以外の豊かな表情を取り戻した、5月末とかね、6月7月ぐらいになって、やっと子どもたち同士の関わりにも和やかさや、あとは広がりが出てくるようになったことが多かったなって記憶しているんですね。では私が自分の表情を自覚的に意識してコントロールすることができるようになってから、具体的にどんなメッセージを子どもたちからもらって、増えたかなって思う考えると、例えば休み時間と授業中の顔が全然違うねって言われたりとか、あとは授業は真剣にしてるけど休み時間は笑ってるよねとか、あとは算数がわからない時に真剣に教えてくれたから安心したよとか、あとはその子がね、その子が忘れ物をしたことを先生に話している時は真剣な顔で聞いていて、その後ニコニコ笑って最後まで話せて立派だったねって言ってくれて、ありがとうって言ってくれたりとか、あとはこれ高学年だったんですけど、授業に遅れた時ちゃんと自分がね、その子が遅れてごめんなさいって言えば笑ってよく言えたねって言ってくれたけど、何も言わないで教室に入ったら約束守らずに黙って入るなんておかしいって真顔で言われて、この先生マジだって思ったって言ってたんです。このように顔の表情にまつわる内容がめちゃくちゃ増えたなって私感じたんですね。だからやっぱり私たち大人もね、ニコニコ笑ってる上司、校長先生、管理職に話しかけやすいじゃないですか。で真剣な目でね、表情豊かに思いを伝えてる人にいつの間にか感情が揺さぶられる、
まあ、私もまあこう喋りながらね、無意識にそうな喋っちゃってるんですけども、まあ、ずっとこの状態じゃないですよね。やっぱり表情が出てると思うんです。自分の感情も動くし、だからそれが映ると思うんですよね。だから私たち子どもたちに関わる大人って、自分の顔の表情をフルに生かすことに私は損はないと思うんですよ。だってお金かからないし、なんか積み重ねなきゃいけないスキルっていうもんじゃないと思うんですね。明日からすぐにできることだと思うんです。だからでもね、ちょっとした癖づけが私は必要だと思うんです。だから今日はこの先生マジだ、教師の本気を伝える方法というテーマでお話をしていきます。はい、今日はこの先生マジだ、教師の本気を伝える方法についてお話をします。まあ、要はね、教師の本気、つまりいざという時に、ここぞという時に大切なことを、まあ、言葉と一緒に顔の表情も活かして伝えることでより効果を上げたいんですよね。それがやっぱり子どもたちの気持ち、メンタルに影響すると私は思ってるんです。そのためにはやっぱり今からご紹介する2つのルーティーンを皆さんの生活の中に組み込んでいただきたいんですね。もう特別な時間は必要ないんですよ。もうすでに当たり前に皆さんがやってる、習慣に組み入れるだけなんです。2つあります。1つ目は教室に入る前に口角を上げるです。これ個人差あると思うんですけど、ちょっと皆さんね、今口角上げてみてください。はい、どうぞね。やっぱこう今動かしてね、なんかちょっとここ動かしたの久しぶりな感覚だなって感じた方は、日頃あまりこの辺りの筋肉動かしてないかもしれませんよね。この口の周りの筋肉動かしてないかもしれない。これを毎日教室に入る前に5回から10回ギュッと上げる、戻すを繰り返していました。まあ、その時ね、これ私真剣にやってたんですからね、目の表情も変えるんです。クッと口角上げれば自然に目尻が下がりますよね。クッで戻す、クッ、口角上げると目尻が下がる、そしてそれを戻す、これを繰り返すんです。できれば鏡に向かって。私は朝子供たちが教室に入る前にトイレでこれをやってました。試しにね、口角を上げて目尻を下げて子供たちの顔を見てあげてください。先生どうしたのって言われたら、もしかしたら普段の表情は硬かったのかもしれませんね。まあ、何も言わず子供も同じように笑顔で返してくれたら、その子に向かって素敵な笑顔だねってその子に向けて言ってあげてください。きっとなんか穏やかな、なんかゆったりとした気持ちの一日がスタートできるんじゃないかなって思います。次に2つ目のルーティンです。明日でいい仕事はまた明日な働き方です。もしかしたらこれ聞いてくださってる先生方の中には、以前の私のようにできるだけ先の仕事に着手しておかないとちょっと落ち着かなかったり不安に感じたりする方いらっしゃいませんか？確かにね、先手先手に仕事を進めていくことは大切だし、当然期限を守って、提出物出すとか、それはもう当たり前のことだと思うんです。社会人としてやることです。仕事ですから当たり前なんですけれども、ただ教師の仕事はとにかくキリがないんですよね。とにかく足し算の仕事のなりがちです。でもこれだとやっぱ足し算ばっかりしていくと、いろんな自分の時間が遅れてしまうんですね。帰宅時間ですね、帰宅時刻、そして食事をとる時刻、そして就寝時刻、朝の時間は動かすことができませんから、多くの日本人の働き方は自分の睡眠時間を短くすることで毎日を切り抜けてるっていうことを、ビジネス雑誌だったりとか書籍、ニュースなどで言われてるのは有名な話ですよね。この足し算の仕事のやり方は、結局組織全体の私は問題だと思います。だからこそ自分を守るため、そして影響を受けているクラスの子どもたちや、そしてご自身のご家族や友人のためにも、自分でできる小さなことから始めてほしいんですね。自分でやっても無理だよ。確かにその通りなんですよ。でもそこで止めてしまうか、いや一歩ちょっとでも何か自分で工夫してみるかっていうところが大きな違いになってくるなと思います。その第一歩が、明日でいい仕事はまた明日な働き方だと私は思います。実際自分もそうでした。
ただでさえこの仕事は子どもたちの突発的なことに影響を受けますよね。今日は会議がないから早めにちょっと帰ろうかなって朝予定していても、何か突発的なトラブルが起きればどうしても子どもたちの話を聞き取る時間を、まあ授業中であったり休み時間であったり給食の食べてる途中だとか、まあいろんなところで取らなきゃいけない。あとはやっぱりご家庭に連絡をしなきゃいけない必要があったりすればその時間も必要だから、どうしても自分の予定を変えざるを得ないことだってやっぱりざらにあるんですよね。実際私もそういったことで予約していた歯医者さんのキャンセルをするとか、やっぱりこうね、相手に合わせるということで自分の予定を変更することもありました。だからこそそういったことがない限り自分の時間のコントローラーはしっかりと自分で握って仕事をする、また明日でいい仕事は明日やればいいっていう、そういうスタンスで自分の表情にも自覚的になれるくらいの余裕を持って、だから日頃から表情豊かに、子どもたちにも本気が伝えられるし、そしてその表情を常に見続けている、もう教師本人以上に教師の表情を見続けている子どもたちにポジティブな影響を与えることができるのではないでしょうか。はい、今日はこの先生マジだ、教師の本気を伝える方法というテーマでお話をしました。まずは教師が笑顔でいること、そうすると子どもたちの表情も和んできます。そしてその子どもたちの表情を見て教師も笑顔になれるんですよね。そして笑顔以外の豊かな教師の表情も子どもたちの成長を支える一つになる、ね、時には真剣な顔、怒った顔ありますよね。またはちょっとこうふざけた顔もあるかもしれません。とにかく豊かな表情も子どもたちの成長を支える一つになれるなら、もうこれは教員経験年数なんて関係ないです。もうこのポッドキャスト YouTube を視聴していただいている今からできることですから、ぜひ取り入れてやってみてください。今回私がこれまでの教員生活の中で大切だなって思って取り組んできた顔の表情は、前回シェアしたね、退屈にさせないシンプルな方法でお伝えした時間意識と同様に、自分を生かした子どもとの関わり方を探っていく中ではっきりと自覚したことだったんです。あ、これは自分にとって大事だ、自分が生かせるってことで自覚したことです。皆さんの子どもたちと関わるときに大切にされている関わり方って一体どんなことなんでしょうか。よかったらね、私のインスタの DM や概要欄にあるメールから教えていただけたら嬉しいです。漠然とね、これかなってもうなんかこう分かっているつもりの段階から、やっぱりこう言語化することでさらに気づくことが間違いなくありますので、ぜひ私がシェアする場を利用してください。そしてシェアしていただいた方には私のポジティブな皆さんの背中を押すコメントも合わせてお返事させていただいておりますので、ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。それでは次回のポッドキャストまですぐにお会いしましょう。バイバイ。